高尾駅で子ども塗り絵展が開催されました。JR 中央線高尾駅は、1901年8月1日に浅川駅として開業し、今年120周年を迎えました。これを記念し、高尾駅の利用者や地域の皆様に親しんでもらうことを目的として、子ども塗り絵展などのイベントが開催されます。子ども塗り絵展では、駅社員が作成した中央線車両3種類の塗り絵に、高尾駅周辺の保育園の園児が、色をつけて完成させた作品が展示されています。展示期間は今月31日までで、展示場所は、高尾駅1番線、2番線ホーム上です。これで、10月17日のKABニュースを終わります。